最悪だよ。1000人並んでて800円かよ。くそ、もうこんな絶対取れねえじゃん、今日暑い日なのに。くそ、最悪だよもう。え、なんだ、お前の抽選番号を1番に変えてやろうか。1番、うう、これ変えてくれよお前、変えてよ。その代わり寿命をもらう。寿命？何言ってんだお前、悪魔かお前。どっか行けよお前、どっか行け。寿命1ヶ月分だ。寿命1ヶ月、1ヶ月と800番を1番。微妙、いないんだな。契約するなら俺と握手だ。どうしようかな、これ。まもなく整列開始します。またデフォだよ。これ絶対設定入ってねえじゃん。もうまた来たのかお前。何だお前。お前の打ってる台を四五郎に変えてやろうか。四五郎？マジで？あ、じゃあ一ヶ月やるからいいよ。変えてくれよ。いや、一ヶ月では厳しい。一ヶ月じゃダメ？もっともらうぞ。え、マジかお前。これ以上あげたら死んじゃうじゃないか。もういいよ、帰れ帰れ、いいよもう。3ヶ月だ。いいねー、絶妙。3ヶ月で4頃6じゃない、4頃だ。うわ、楽しい、楽しめるな。4頃で3ヶ月か。よしよし。全然当たらないし、そもそも演出全然来ねえじゃん。また来てんじゃん。次の保留を赤に変えてやろうか。保留赤？赤保留だ。いくら？半年だ。半年？半年？そりゃないって。赤保留に金文字の演出をつけよう。いや、金文字だよ。赤赤赤赤。6ヶ月だ、半年はない。高い高い高い。いやいや、赤にそれに金文字が来る。レインボーは？レインボーは60年だ。ふざけんなよお前。お前ふざけんなよ、60年ってお前。赤保留に金文字。赤赤レバブル、これでいいじゃん。赤赤レバブル、うん、いいだろ。オッケー。よしよしよし。次のリーチを三天杯に変えてやろうか。